と、皆さん、こんにちは、下川です。はい。では、今回もね、質問回答やっていきましょう。今回は、バターロールに関するご質問でございます。はい。質問内容ですね、読み上げさせていただきます。はい。こんにちは。初めてコメントさせていただきました。はい。質問あります。私は最近バターロールを作ったんですが、どうしても焼成後に巻き目が裂けてしまいます。どうすれば綺麗な形で焼き上げることができるのでしょうか？ということですね。はい。まあ、このね、バターロールとか、こう巻いた時のね、この裂けちゃうとかね、あるいはなんかビョーンと横にね、伸びちゃうとか、形がうまくいかないっていう質問は結構多いので、はい、今回はね、これに関して、回答していきたいと思います。3つまとめてみました。原因3つですね。はい、まず、生地が硬いっていうことですね。と、あと、締めすぎている。と、あと、発酵不足である。ってことですね。この3つ、これにね、注目して今回お話していきたいと思います。大体これに気をつけていけば、だんだんね、うまくなっていくのかなとは思うんですけど、ただこの3つ全部クリアしないと、綺麗にはいかないっていうことですので、まあ、徐々にね、解消していけばいいのかなと思います。はい。で、中身話していくとですね、まず生地が硬いって話ですね。まあ、これ、つまりは伸びないと弾けちゃうからっていうところですね。伸びない。硬いってことは伸びない。っていうことです。なので、まあ、この硬さを解消するにはどうしたらいいかというと、まあ、これ配合ですよね。配合だとコネですね。だから伸びるような生地になればなるほど、これの硬さっていうのは基本的には解消していけるという話です。はい。で、これじゃあ締めすぎですね。これは、まあ、締めすぎは成形のところですね。主に成形のところで発生してきます。最後、どれくらいの、まあ、これも一緒ですね。まあ、どれくらい引っ張って、つまりは、締めすぎ、なんて言ったんですかね、張力、張りっていうのを強くしすぎると暴れちゃうって話ですね。よく生地が暴れるっていう言い方をするんですけども、締めすぎちゃうと、この締めに反発して膨らんだ時に生地が暴れちゃって裂けるということがあります。はい。で、最後、発酵不足ですね。今度は不足ですね。発酵不足。これは最後の最終発酵ですね。この時に、要は膨らませ方が足りなかった場合、まあ、裂けてきたりとかしますよという話で、要はどれくらい緩んでいるのかという話なんですよね。うん、これも硬さと一緒なんですよ、結局。最後の、どれくらい伸びるかっていうところが適正じゃない。まあ、だから、まだまだ全然伸びる余力が、残っている。まだ、締まりが残っている状態。で、焼き始めてしまうと、まだ、暴れる力残っているのに、膨らもうとしていくっていうのと、あと焼き固まるっていうのが同時に起こるので、まあ、避けるっていうことが起こってくるという話です。はい。で、まあ、具体的にどうしていったらいいのかというと、まず、硬いっていうところ、これをね、着目していくと、まず、伸びるようにしましょうって話ですね。こうやって伸ばしたときに、生地をこう引っ張って伸ばしたときに、こうやってちゃんと伸びるようになっているのかっていうのが、まず大事ですね。伸びれば伸びるほど、まあ、こういう硬いとは、まあ、別の、柔らかいというね、まあ、裂けたりとか、暴れたりとかしにくい生地になってきます。なんでか触った時の硬さというより、これですね、どれくらい伸びるか、こっちの方が重要です。だからこう伸ばした時に、もしかしたら配合が、まあ、ちょっと固めの配合になっちゃってるっていう場合がありますので、どうしてもね、こう伸ばした時に全然伸びないやっていうところが確認できるのであれば、配合をちょっとね、まあ、例えば卵黄を多くしてやったりとか、バターの量を多くしてやったり、あるいは水の量を多くしてやったり、ただここら辺を変えていって、で、ちゃんと伸びるようにしてやるっていうのがまず一つですね。まあ、伸びなかったらって話ですね。まあ自分が作っているやつがそもそも伸びないのであれば、まずある程度ちゃんと伸びるようにしといてやった方がいいっていうことです。伸びないってことは、これ、まあ当たり前ですけど、膨らんでいった時も伸びないってことですから、これでまあ弾けるということも起こってきます。はい。弾けやすい生地になるってことですね。まあ膨らまないっていうわけじゃないですけどね。弾けやすくなるって感じです。はい。で、この締めの方ですね。これ締めの場合、これ、最後こう巻いていくときに、どれくらいこう引っ張りながら巻いていったのかっていうところですよね。まあ、巻くときにそのままの、まあ形でくるくるくるって巻いていければベストなんですけど、ただこのときにこう引っ張りすぎちゃって、まあ、針を強くしようと思って、引っ張って引っ張って、こう、どうしてもね、内側にこう押し込みしながらね、綺麗に巻こうと、一生懸命ちっちゃく巻いていこうとすると、針が強くなったりするんですよね。まあ、要は引っ張りすぎてるってこと。巻くときに引っ張りながらやりすぎちゃうと、この引っ張った分が戻ろうとして弾けちゃうということが起こってきます。だから、巻くときに引っ張らないというのは結構重要になってきます。ただ、だるんだるんになってもいけないので、やっぱりね、こう、生地をちゃんとある程度ピンと張った状態にはしなくちゃいけないんですけど、この時引っ張りすぎちゃうと、その引っ張った分が戻ろうとする力で弾けちゃうってことがあります。これがまあ締めすぎないという話ですね。はい。で、最後発酵のとこ、最終発酵で、その緩みをどれくらい取ってやるのか、まあどれくらい
この最後の締めを残してやるのかっていうのをここで調整してやるということです。だからこれ避けてしまうっていうのはちょっと下手くそですけど、避けてしまうっていうのは、まだ硬すぎるってことですね。締まりが残りすぎているんで、その分暴れちゃって避ける。発酵不足ってことですね。適正な場合だと、ちょうど形がだんだん残って、きれいに裂けずに焼ける。で、行き過ぎちゃうとどうなるのかというと、この段々がなくなってくるということですね。今度は緩みすぎちゃって、この締め付け完全になくなっちゃう状態なんで、もうロールパンというよりは、なんか、芋蒸しパンみたいな感じでね、なんか線がポンポンポンって表面に残っているだけみたいな状態になっちゃうので、まあ、行き過ぎてももちろんいけないんですけど、裂けちゃうっていう場合は、それは、まだ足りていないということですね。はい。まあ、ここら辺を気をつければ、この裂けるっていうところは、まあ、解消していけるのではないかと思います。はい。まず、硬い、生地が硬いっていうところと、まあ、締めすぎてるんじゃないか、成形のところと、あと、発酵不足ですね。うん、最初発酵もうちょっと取ったら、やった方がいいんじゃないかっていうところです。ただ、この3つです。まず、配合がそもそも硬いんじゃないか。あるいはちょっと骨が足りない。で、この上を伸びですね。伸びが足りてないんじゃないかというところと、まあ、それが大丈夫なんだったら締めすぎじゃないかっていうところですね。成形の時に。巻く時に引っ張りすぎていないか。こう、強くキュッキュッキュッと巻きすぎて、引っ張って巻いていないかっていうことですね。と、あとこれ、発酵不足ですね。最終発酵の時に締まりが取れてないので、それで弾けちゃう。もうちょっと発酵させてやって、膨らませてやった方がいいのではないかという話です。ただ、膨らましすぎちゃうと、どんどん模様消えていっちゃうので、まあ、そこの間をね、ちょっと自分で探っていけば、ここら辺はちょうどいいところは見えてくるでしょうという話です。その模様が消えちゃうところと、弾けちゃうところの間が適正というところですね。はい。そんな感じです。じゃあ、今回はね、ちょっと短めで1本だけ撮ってみました。バターロールの締めすぎに関するね、質問でございました。はい。まあ、こんな感じにね、ちょっといろいろ質問とかに答えていこうと思ってますんで、なんかね、ちょっと簡単なことでもいいんで、なんかありましたらコメント欄に書き込んでいただけるとお答えしたいと思います。はい。ただね、毎回全部答えれるかというとちょっとそういうわけでもないので、まあ日曜日の生配信に来ていただけると、そのままね、その時にバッと答えることができます。はい。毎週日曜日ですね。まあ時間ちょっと変動するかもしれないんですけど、コミュニティ欄の方でお知らせするので、よかったらそちらの方、見ていただけると思います。はい。それでは、この感じでですね、いつもやっておりますので、チャンネル登録もよかったらお願いします。はい。はい。ではご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。良い晩酌よ。